と、こんばんは。前回はカニ漁師ブローブを読んでいただきありがとうございます。 Steam 版 MBTL をプレイしている際、 PC スペックは満たしているのに、ブローブのラビットビートの引き寄せ技や氷地の各種技のエフェクトが出ると画面が若干カクついたり処理落ちしたりするのですが、なぜでしょうか。他のキャラクターのエフェクトはどれだけ多くてもカクつかないのですが、ブローブ操作時だけとてもカクついたり、氷地のコンボを練習していると PC が突然落ちたりします。やばいですね。PC は i7-8700、GTX1060、メモリ16、PS4 Pro でプレイしている最中に同じようなカクつきが起きたことはありません。性能は PS Pro と同程度らしいのですが、なぜ PC 離れ処理するのでしょうか。おまかんであればおまかんと言っていただいて大丈夫です。もし MBTL と相性の悪い常駐ソフトやアプリがある場合は、教えていただけるとありがたいです。あと、キシマックスの人ではないです。あの人を目標に高みを目指していますが、未だ足元にすら及びません。なるほどね。カニ漁師ブルーオーブの人と、一日班長キシマックスの人別でしたね。別の人でした。こんなに力強いモンスターが、一人だけではなく、二人以上潜んでいたのかと、思っていますね。そうですね。Steam 版って、まあ、あえて言うと、例えばその、ハードディスク直接アクセスなわけだから、結構ハードディスクのスペックに依存しますよ、正直。まずはハードディスクって読み込み書き込みの速度あるけど、読み込みの速度って結構劣化すると遅くなっちゃうんで、まあ、そこでブローブの技のエフェクト読み込むときに遅くなってカクついてしまってる、ガリ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 みたいな可能性はあるから、まあ、ちょっと綺麗なハードディスクに入れてみると治るかもしれんし、まあ、SSD とかに入ってるともしかしたらいいかもな。で、あともう一個は、まあ、そもそもなんだけど、Steam の方ってデータの暗号化がされてるから、その、なんだ、読み込むときに一回元に戻す作業が入ってる分、やや重いでしょうね。そこの処理は。だからファイルアクセスの処理がちょっと重いでしょうね。そのデータの、なんだ。要するに暗号化とかがされてない状態っていうのは、まあ、ファイルはそのままボンって入ってて、まあなんか簡単に書き換えできる的な、まあなんかそういう状態なんだけど、まあ製品版にする以上ある程度なんか隠すんですけど、まあそこの隠してるのを元に戻す作業がちょい重いかもしれん。ので、そこって何が大事かっつうと、メモリとグラフィックカードのメモリと、あとハードディスクの速度、になるかなと私は思いますね。で、ブローブだけ重いってことは、ブローブってシンプルにメモリ使うんすよ、でかいんで。ので、単純にきついんじゃないのかなと思いますけどね。ただね、PC が落ちるは、ちょっと別ですね、これは。これは、正直、うちの話ではないんですよ。正直、うちの話ではない。PC が落ちるってことは、ある意味、例えば熱暴走だったり、まあ、落ち方によりますけど、いきなりピッと落ちるときは、グラボのファンがちゃんと回ってなくて、熱が溜まりまくって急に落ちるか、まあ、CPU が熱くなって落ちるかとかなんで、まずは温度を測ってみるといいかもね。ただね、正直ね、GTX1060 程度で燃え上がるとはちょっと思えないんですよね。3ギガか、ちょい少なめか。ただでも、メルバやる分には全く問題がない。見てる感じ不安なのは、ここと、ここではあるんだけど、ここかな。こことハードディスクかな。常駐してるアプリが多いと、メモリ16ギガだとちょっと怪しいかもね。競技の PC って。
何も起動しなくてなっちゃうよっていうんだったら、まあ、ちょっと分からんけど。そうだね、まあとりあえずはハードディスク的な部分を見直すといいかもしれんな。うん、でさっき言った感じでその読み込み云々なんで、例えばウイルス検知的なウイルスチェック的なやつがもし入ってるんだったらそれが重いのかもしれん、わからん。ちょっとお水を飲みます。お水っておいしい。ああそうっすね、ワンチャンちょっとへたってくる時期かもしれないんで、ちょっとファンの掃除をする、ね、温度を測ってみる、急に落ちるっていうんだったらね、まあ、それはやった方がいいでしょうね。で多分 SSD なりハードディスクなりがへたってくる時期なんで、ちょっと怪しいかもなっていうのは見てると思うかな。この辺はねやっぱ PC だとどうしても起きちゃうんで、まあ、ちょっと気にしてもらえると嬉しいなと思います。はい、お便りいただきありがとうございます。